日本埼玉県埼玉市南区局本局本は埼玉県埼玉市南区の町名。現行行政地名は局本1丁目から局本5丁目。住居表示実施地区。かつてはびたに村や三笹村や戸田町に属する大和局本であったが、その一部を旧浦和市に編入した経緯から漁師にまたがる地名となっている。 元は、江戸期より存在した一つの極本村であった。郵便番号は336-0033 33。本校では当地に、かつて存在した西浦和についても触れる。埼玉市南区南西部の中石平野に位置する。東側で沼影、南で内谷、西側で松本、北側で四谷や桜北島と隣接する。町域は東西に長く、西端を、 国道17号新大宮バイパス及び、首都高速埼玉大宮線が通り、中央県道79号浅川ラビ線が南北に貫いている。また、東方を東日本旅客鉄道最強線北戸田駅、武蔵浦和駅間及び、東北新幹線上野駅、大宮駅間が通る。全域が市街角一で、 もっぱら住宅地となっているが、極本1号生産力地,地地区などの生産力地,地地区も見られる。住宅地の地価は、2013年7月1日の埼玉県の地価調査によれば、極本4から16から14の地点で19万8000円、平方メートルとなっている。かつては、武蔵区に足立群座砂木梁に属する、極本村であった。 2017年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。地区内に鉄道は付設されていない。東日本旅客鉄道最京線、武蔵野線武蔵浦和駅、または武蔵野線西浦和駅が徒歩圏内にある。ありがとうございます。